というわけで、はい、昨日はいかがだったでしょうか。あ、明けましておめでとうございます。ああ、そうですね、明けましておめでとうございます。いやー、正月早々もいい正月でした。そうですね、結構、まあ、僕の読み通りやっぱり 白組がかったなっていうのはね。お、やっぱり、お、うん、おでしょ。そうですね、必ずやるよ、こういうので毎年そういうこと言ってたよ。毎年そういうこと言ってたような気がする。あ、そうなんですか。やっぱ白組がで、一応、鳥を誰が歌ったかを分かるじゃん、はい、先に。そうですね、はい、分かるから、鳥歌った方言っとけば大概今年和田アキ子鳥か、よっしゃ、やっぱ赤組だったなという話を絶対するようにして。今年確かスマップだったんじゃない鳥は。ああ、今年じゃない、去年か。ああ、そうですね、はい、去年はスマップだったからさ、はい、まあ、太田鳥白組だったね、硬かったねっていうところで。はい、はい、まあ、そんな中でバタバタの中、1月5日のクラッシュ終わりまして、はい、先日、もう今日までですね、そうですね、今日まで、オフナイトお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。はい、うん、なんか先日さ、オールナイトに関するメールでっていうので、はい、メール来た時に、はい、匠からメールが来たから、お、あれって匠、あれオールナイトは関係なくないかって出ないだろうっていうメールを送ったら、あ、そうですか、オールナイト14のことだと思ってましたって言って、何が今このタイミングで俺がオールナイト14の話をメールで振るんだってまあそうだけど、確かにそうだ、まあまあまあ、それ帝国あるある間違いだなっていう。まあまあ、そうですね、オールナイトっていうのは中盤のことを言うって言っても、ええ、あの当日のスタッフの人だって結構わかんないから、オールナイト、あとオールナイトイベントがあるんですかとか必ずそういえば聞かれる帝国あるある間違いだというのを思い出しました。ああ、なるほど、うん、そんなわけで誕生日の話題に一個も触れずに参りましょう。週間月いや2ヶ月オペラを歌うのが好きなオウムが行方不明。ニューヨークの男性が彼の元を去ったオペラを歌うオウムの行方を必死になって探している。25歳の緑と黄色のアマゾンオウム、キャプテンは感謝祭の祝日の翌日、どこかへ飛び去ったそうです。キャプテンが、はい、オウムってさ、まあ、はい、オウム返しなわけでしょ、ええ、当たり前に考えて。そうですね、だから意味を分かってて喋ってるわけでは本来ないはずなんだよね。そうですね、本来はっていうか逆に頭いいよなっていう気がするね。そうですね、だってセリフをさ、はい、意味分からずにセリフを覚えるってことでしょ。はい、すごいことですね。すごいことだと思うんだよそれって。はい、あのみんなね、あのオウムってそんなわけも分からず言ってっていうのを思ってるかもしれないけど、それすげえことだと思う。すごいことですよ。どうやって覚えるの。本当ですよね。この記憶術は逆に僕もよく記憶うんぬんかんぬんとか言われるけど、だからよく一日であれで覚えられますねって言うけど、俺はいろんな意味とかいろんな覚え方があるからさ、でもそれらを全てないわけじゃん、はい、この人たちはこの人たちはオウムさんたちは、だから逆に言うと元帥の演説とか全部覚えることできるわけでしょ。そうですね、元帥のもう録音なんですよね。でしょ、ですね、だから元帥だってあの時の演説今やってくださいよって言われたらできないなそれできませんよって言うでしょうよ、だって僕そう今でさえね、はい、あの同じ演目をやったりすることがあるから、ある程度演説っていうのはその演目によってちゃんと意味を取るようにきちんと、はい、あの組んで作ったりはするんだけど、はい、昔はわりかし演説 の最後の演説っていうのは、ほぼアドリブだったからね。そうなんですか。ほぼアドリブ、うん、へぇー、てかそこまで作る余裕はない。ああ、なるほど、なるほど余裕ないし、しかもあそこ一人で何とかなるところだから、はいはいはい、でしかもリハでも飛ばすとこなんで、あーまあ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 本番になってさあ何喋ろうっていうあの緊張感は結構のものがあるよ。すごいですね、うん、あのさも意味ありそうに言うけどさも意味がある、いや意味あるんですよ、ちゃんと意味はあるんですけど、あのだからまあまあまあもちろん重要なシーンなんだけどね、だけどああいう時に追い詰められるいい言葉が出てくるんだよ。確かに、あ、確かにあの時は普通に事前に書くよりも結構いい言葉がスッと出てきたりもする。あ、俺も自分で言いながらす、うん、そうだねって思ってたりなるほど。で逆に言うとそのボキャブラリーが全部入るわけでしょ。すごいですね。いっぺん元帥をちょっとオウム買いたいな。あ、オウム、永遠そのずっと元帥で喋ってね、オウムの前で、
エンタイの横にずっとオウムを止まらしとく。あれ、ちょっと、ここに置いてあった何々知らない人だったら、すべては無であり、無がすべて役に立たないオウムだな、すべては無であるとなくなっちゃったんだってお前、餌どうしたんだってすべてが無であり、無がすべてであるって餌やんねえぞ、お前面白いですね。ちょっと面白い。いやー、縁台の横ふんまみれですけどね。また匂いがなーっていう。結構長生きするしね。そうですね。かなり長生きするね。すると今のうちリッターにしとくといいかもしれない。そうですね。多分一番今のうちちょっとカッといて、はい、いるっていう。そのうち多分最古のリッターになるんじゃないですかね。うん、でもそうするとね、はい、多分。どうでもいい時にきっかけゼリフとか言っちゃうと思うああ今聞こえたってでまだ全然始まった前とりあえずさよならなんてみたいなあちゃった多分まあね帝国スタッフよくできてるからそうですね公務員たちはだからとりあえずさよならだって言われたらもうボタンを押すっていう染みついてると思うからバンとバサバサやって終わったって終わらせるんじゃないでしょうかなところありながら、はい、ね、結局なんだかんだでクリスマスネタとか全然喋れなかったんだよねそうなんだよね、クリスマス時期が飛んでるからねそうですね、飛んじゃいましたからね僕らどこかしら、はい、牧場さん、はい、名水回しスタッフの皆さんこんばんは、はい、いろいろイベントのことが多い季節ですが今回はクリスマスの思い出です我が家ではチキンとケーキを食べるぐらいでこれといった行事はありませんが、クリスマスの朝枕元に赤いブーツに入ったお菓子が置いてあるんです、うん子供の頃もらいましたね、そういうのね。そうですね。6歳年下の妹がいるので、私が高校生になっても続いていました。うん、高校卒業後、さすがにもうお菓子入りブーツはないだろうと期待も何もなく目覚めたクリスマスの朝、うん、枕元に赤いブーツと、イオカンらしき大きなみかんと5000円札が置いてある。その状況に朝っぱらが爆笑してしまいました。その時もその前も誰が置いたのかは聞いたことがないので、このチョイスは母だろうなと。ブーツと5000円に、まあ、ポイントはやっぱり予感のなそうですね、予感ですね、完全になんか、まあまあなぜ予感を置いたんでしょうね多分台所行ったら、まあ、その予感行くかもなあると思うけど、うん、その後実家を出たの赤いブーツはもらってないですが今もクリスマスに帰省したら置いてくれるのかなちなみにサンタクロースの由来もいつの間にか知っていたので大人から見たらきっとつまんない子供でしたよだからね僕もでもね子供の頃ね、サンタクロースに関しては結構考えたからねあそうなんですか、うん、本当のこと教えてくれないからおーそう小さい時だよもちろん、はいはいはい、小さい時だけどだから要は防犯上の怖さっていうのかなそんなこと考えたんですか勝手に人が家に入ってくることができるだからそのある意味戦隊物の怪人とかってそうじゃんそうですね、はい、すり抜けたりとかする、はい、だから鍵とかかけてたって無駄なんだよっていう子供頃に思ってたああいう怪人が来た時、はい、で中にはこのクッと念力だけで、はい、チェーンロックを外すって怪人がいて地味だ地味なんだ今考えるとすげえ地味なんだけどふーんってやるだけで、はい、でクチャンと回ってキューカンってガチャってそれ確かに怪人って蹴破ったりする方が、はいはい、それっぽいけどでもまあわざわざ蹴破ることもないじゃん鍵を開ける、ね、だからこれで鍵開けるんだなとは思った、でもあれが子供の頃にどれだけ怖かったそうですねうわチェーンロックが効かねえんだってどうしたらいいんだこいつをこいつがもしうちに来たらどうしたらいいんだってチェーンロックでも逃げられないってことだ結構な一大事ですよね一大ですけど一大だけどっていう意味ではサンタクロースでそれを全て吹っ飛ばすじゃんそうですねだから煙突ないけどどうするのっていうのを聞いても、はい、煙突はなくても入ってくることができるから大丈夫って言っても何の答えにもなったんですよ大丈夫じゃない煙突だけ大丈夫ってことはもはやもうそれはあと通気口ぐらいしかないよあそこから来ることができるってことでしょ、はい、それはちょっと考えようぜっていうふうにいろんなことに疑問を持ってこんな大人になりました、今年もよろしく大台に乗った月水ですはい日韓というわけで月水こと楠本修正とマジこと真島新太でした今年もよろしく来週10日からですはい祝日休みになりましたそうですはい、はい、じゃあまた